強い情動が引きずっちゃってエフィカシーが下がった状態を戻せないということをある程度直接的に関わる方法を覚えた方がいいっていう、そういうのを最近思うようになって、そういったカリキュラムは複数あるんだけど、その中で今日は一番簡単なのを話をする。ものすごい簡単。これはその今でいう認知行動療法として昔からやられてる方法で、別に新しい方法じゃないんだけど、いろんなやり方があるけど、一番簡単なのはアナログテレビ方式。アナログテレビっていうと、今はデジタルテレビしかないから分かんないかもしれないけど、いやデジタルだっておそらくできると思うけど、昔のアナログテレビはテレビにつまみがついてたのね。チャンネルもつまみだったの。その時代にその色を薄くしたり濃くしたりもつまみなのね。でそういうのやり方ってないつまみも一個作んなきゃいけないんだけど、だから我々は強い情動が起きる出来事、何でもいいよ、皆さんのそのこれから起きることをね、わざわざ過去の出しっぱを思い出す必要はないか、やり方で覚えてもしれないけど、これから何かものすごく自分がしまった、大失敗した引きずっちゃうような出来事、そしてそれでその1週間場合によって1ヶ月間ぐらいそのまともな判断ができなかったり、そういうことって何年に一度は人間起きるんだよ。人によって1年に一度ぐらい起きるかもしれないでしょ。そういう時の話ね。でそれが今でもある人はまさにすぐ利用してほしいんだけど、でそういう時に IQ が下がる、そういった情動優位な状態はすぐ下げなきゃいけない。その時2つのことをやるわけね。1つは言った通り論理的な解決が必要ですと。わかる？論理ではまず解決しないといけないんだよ。で当たり前でしまったってことをやっちゃった時に、その時だけ一瞬反省するの OK なの。引きずらないんだから。で右にやるべきことを左に行っちゃった時にさ、しまったでやっぱり左にしようっていう理由が思いつくんであれば、それは論理的な解決じゃん。そうでしょ。その論理的な解決はいいよ、しまったっていうのさ。でそれは必ずやるでしょ。だから多くの人は論理的な解決はもうできてるのに、普通は解決、論理的に解決ができるんだったら、しまった理由はさ、ちゃんと反省して次やらないだって終わるじゃんでしょ。でも引きずるっていうのは論理的じゃないってこと。だからまず一つは頭で論理的な、その何が問題であった、でそれはもしも自分の責任であったり自分の失敗であったら次は失敗しないようにって言って、自分のルールを変えるなり新しいルールを作るなり、ルール違反をなぜかしちゃったんだらもうしないって決心するなりで、それは論理的に俺らしくない、これはしないでしょ。それはもうそのだから Not like me, no more っていうことを論理的にやるわけね。でそれはまずやると、その次にどうやるかっていうと、でもどうしても自分の情動が優位になっちゃう出来事っていうのは、強いそのまさにコーチングでいうさ、ワーズピクチャーイモーションで、相手がいればその時の相手の言った言葉であったりとか、相手の顔だったりその風景だったりとか画像だよね。そしてその時の情動とワーズピクチャーイモーションが一緒に出てきて、それを頭の中で何度も繰り返し、そして評価していくわけで、物によってはトラウマでもなっておくわけだからでしょ。そういったそのなる前ね。だから皆さんはこの方法を覚えておいたら、簡単に言うと短期記憶から長期記憶に移る前にやってほしいのね。短期記憶、まあだいたい会話というところは短期記憶はまあ短ければ数分だけど、でも数分で忘れることはまずないから、体験的なそこまで大きな出来事は、でも大体は3日から長くて 2,3 ヶ月、大体は3日から1週間ぐらいしか会話って持っとかないのよ。でそれを思い出せるのは長期記憶にわざわざ格納するから思い出せるわけね。だからトラウマ化してくるのも長期記憶に出るからな。大きな出来事はその後1週間も2週間も頭の中で何度も思い出して繰り返すから長期記憶しちゃうから、だから長期記憶化する前に、これからそういった大きな情動優位の自分にとって嫌な出来事、簡単にエフィカシーを下げること出来事だったら、その場でやってほしいってことね。分かる。そして長期記憶に入れない、入れなきゃもう忘れちゃって終わりじゃんでしょ。もしもトラウマみたいに過去のものが未だに長期化、記憶化されて出てきちゃうんだったら、何かのきっかけで出てきた瞬間に長期記憶から消してってほしいのね。分かる。でそういうやり方の中で一番単純なやり方ね、それは白黒テレビ方式、それもアナログ。だから場面は今その場面はきっとフルカラー3次元立体で来るわけだでしょ。それをその場面を白黒にまず描いてほしいよ。で3次元立体性ない写真みたいな感じ、白黒写真みたいな平面的な立体感のない絵に変える。わかる。だから3次元映画の変光メガネを取っ払うみたいな感じ、実際皆さんが3次元プラズマディスプレイで見たの立体をポッと瞬間に3次元じゃないじゃんみたいな感じ、まず3次元を2次元にパッと変える。そして色を白黒に変えてほしいわ。わかる。だから2次元か白黒かをまずやる。意外とね、人間っていうのは記憶の体験で思い出したのをパッと白黒にしたいと思えば意外とできるでしょ。わざわざ立体するから立体じゃないんでしょ。で立体っていうのは浄土まで乗っかってるまで入れて立体なんだけど、まずもう単純な白黒に変える。でそして皆さんのテレビのスクリーンには2つのノブがついてる。わかる。白黒はもう白黒スイッチでいいよ、一瞬で白黒に変える。でその何一つのスイッチはこのノブをクニョーンと、まあ大体ボリュームはこっちだと絞りだからさ、絞り側に絞ってくると、その白黒のコントラストがどんどん薄くなって淡い色になる。ほとんどただ
の淡い絵に変わる、コントラストを下げる、映像コントラストをギョワーッとアナログ的に描いてほしいわけ、分かる？だからカラーを白黒にしてコントラストを下げる、淡い絵に描いてほしい。これは右のノブ。左のノブをグワーンと回すと、今度はその画面全体の絵を縮小して、画面の左下に縮小して消してほしいのね。ふわーっとちっちゃくして、画面全体を左下にふわーっと縮小して最後消える、分かる？だからまず皆さんが情動体験をしちゃったら、その情動体験を記憶の中でよ、その体験をすぐに白黒に変える、平面的な絵に変える、そしてノブで色を思いっきり淡くする、そして同時にやってもいいね、こうやって慣れてきたら、そして左の右のノブで白画像のコントラストを下げ、左のノブで映像を、まあ、大体左下っていうやり方がなんとなくこのノブの方に近づいていく感じだからやりやすいと思うんだけど、絵全体を、画面の絵を画像をふわーっとちっちゃくして左下にしてゼロに消すのがある。この2つのノブを皆さんのメンタルの中に作っておいてほしいってことね。で、実際に万が一情動体験をしちゃったり、今でもそういったトラウマ体験みたいなのが出てくる人は、出た瞬間に白黒かひょわっ、白黒からひわっていう訓練をしといてほしいわけで、それがある程度できるとこれもいらなくなる。つい生まれちゃったらちっちゃくしちゃえって最後にやるのは、ちっちゃくしてヒューっとちっちゃくしちゃって、後に最後にそれを手で捕まえて、もう見えないぐらいちっちゃいやつでしょ、ポイッとゴミ箱に捨てる。白黒に変え、ちっちゃく淡くしてちっちゃくして画面のそばにしたら、それ捕まえてポイッと捨てる、これ左手でポイッと捨てちゃう。でそれを何度も繰り返してくると、嫌な場面はポイッと捨てられるよ、わかる？もう練習して上手になった人はさ、嫌な場面出たら頭からポイ、頭からポイディ、そうするといらない体験、いらない記憶を頭からポイっていう癖をつけてほしい。でその癖をつけとくと、そういう必ず起きるそういったネガティブな情動体験は、おそらく会話にから長期記憶にする前にポイってしちゃえば、長期記憶なくなっちゃうから本当に忘れちゃうぜ。で忘れちゃっていいんだ別に。ということで、今回はイモーションコントロールの一つのやり方は、その時の情動は出るのはしょうがないじゃんでしょ。その情動を出すなって言ってるんじゃないのね。出てきた情動のおかげで、その後の IQ が下がってまともな判断ができなかったりでしょ。それをずっと引きずって苦しい日々を送ること、それを防ぐということが、それがないとエフィカシーが下がった状態が出てた、エフィシーが戻らないか、それはエフィカシーを維持するというのにすごいネガティブなものになる情動というのが、どうも社会の中でそんな起きやすくなってる。過去以上におそらく全面肯定されない行動を取れる人たちが増えてきたから、いいことなんだけど、でしょ。だけどおかげでそういう時は必ず自己責任だから、他の人と違うことやってるわけだから、でしょ。だから目立って叩かれるかもしれないし、目立って叩かれた場合は本当はこっちが正しいかもしれないけど、相手はマジョリティだから、トランプさんみたいなもんじゃそうでしょ、お前みたいな変な人だって言われたら、いや大統領になりましたけど、最後は勝ったかもしれないけど、でも目立って叩かれる生活があるわけだ、でしょ。だからそういう時に、そういう、だからいい国になってきた兆候でもあるんだけど、イモーションコントロールが意外と役に立つ例というのは、わざわざカリキュラムに入れてなかったけど、最近はコーチたちのトップコーチ集めて教えても、あ、すごいいいカリキュラムでしたって言われることがあるんで、もちろんこれにもいっぱい方法論があるけど、その中の一番単純なやつを今教えてあげたんだけど、これ繰り返すよ。場面のを体験した時にもうやっちゃうのが一番、もしくはトラウマティックなことをふと思い出したりして情動が出てきちゃうでしょ。その時に白黒に変えて、つまみで色を淡くして、サイズをちっちゃくして、画面の下にちっちゃくして捕まえてポイ、そうするとこれポイやってると、本当に胸の中でこの辺が痛いみたいな、その痛みってあるわけでしょ、人間って。だから昔からハートが痛いって言ってるのは、本当に頭が痛いからじゃん、脳で起きるって。でも脳じゃなくてこの辺が痛く感じるのが、お腹が痛かったりするわけだ。そういうものなのよ人間っていうのは、でしょ。でそれをポイってして、もちろんここからポイしてもいいけど、でポイって捨てると本当にすっきりして、その痛みがどんどん消えていく。昔からあ、それがイモーションコントロールの中にものすごい単純な方法が教えてて、別にこれ俺が発明したわけじゃなく、まあつまみでもしかしたら俺が教えてやるかもしれないけど、少なくともそういうやり方というのは、いわゆるそのなんていうの、その情動に対する反応を弱くしていくっていう。